してるんですけど、すごい大変なことにあったんです。じゃあ皆さん、ゆかの誕生日です。今日が、まあ、うちらのゆかさん夫婦の中で一番大イベントですからね。なんかお盆みたいになってるんですから。今日はゆかが妊婦だし、仕事もちょっとあるので、そうだね、軽くやる感じでいきますからね。落ち着く感じの誕生日になります、今日は。はい、はい、ゆっくり見てくださいね。はい、はい、Vlog になります。何食べたいゆか？チョイスは何ですか？言ってみて、何食べたいか。それを当たってみる。わかんない。なんか予約してる？うん。なんだろう。まあホテルですけど。すごい。車だけ泊まっていこうかな。ゆけじゃんやろ。ゆけじゃん。ゆけじゃんもそうよ。仲間にやよね。こちらにはホテルはにゃーまい。ねー。じゃーん。はい、チェックインしようかな。チェックインじゃなかった。すごい、ちょっとかっこよく見える。ありがとう、すんちゃん。取りに行きますか。はい。ね、皆さん実は今すんちゃんトイレ行ってるんだけど、これからってか夜どこにね泊まるか私実は分かってて、なんかすんちゃん予約したんだけど私にメッセージが来てて、それがだからめちゃめちゃ面白いの今。分かんないふりしてやってみます。いただきます。なんかこういうホテルの料理食べただけでなんかバケーションって感じ。幸せ。ありがとう。皆さん、大変なことにあったんです。先までいいホテルでご飯食べて、私次何食べようかなって考えときだったけど、ゆかちゃんが今病院に行きました。胃腸炎みたいの、うん、なんかなってもうて、久々にゆかなんかさっきめっちゃ食べたんです。なんか早いなと思って食べるのがね。だから、あんなに早く食べてもいいかなと思ったけど、やっぱりこういうとこだったんですね。これ私のせいです。やっぱまず8月の20の誕生日は一応コースに考えたらホテル、食事、あと病院、スウェーコースね。次はどこ行くか分かんないんですけどね、床を様子見てまた動画撮ります。はい、皆さん、床とインタビューをちょっとしてみます。自分の誕生日の時こうやってまた事故を作ったんですね。どうですか？なんか悲しい。悲しい？辛いやな。ピザも食べたかったしさ。俺も。はい、皆さんお騒がせしました。ちょっと結構良くなって、で、すんちゃんがね今日このホテルを予約しててくれて、じゃーん、あっちに存在するチュルポンが見えるんですけど、なんか泊まる量じゃなくてさ、プール入るように。そうだよね、家とめっちゃ近いからね。家の近くなんだけど、ルーフトップにプールがあって、うんうん、しかも12時まで、そうそう、夜の12時までで、バーとかもあるみたいなホテルを予約しててくれて来ました。だからよかったよ、良くなって。いや、まあゆかは無理したらダメだからね。でも、そうそう、もちろん、あの、私はあのプールには入らないし、この部屋でゆっくりするんですけど、うんうん、何、ありがとう。はい、ごめんね。大丈夫、いつもだから慣れてる。あ、そう、あのね、このホテル予約しての
分かってて。え、なんで？アゴダで予約したんだけど、それが私の番号に連携されてて。あ、ゆかに来るんだ、店に。来なかったの、俺。あ、そうなの？予約した時に、その瞬間、ティティンってメッセージが来て、なんかなんでニヤニヤしてんのって言ったじゃん。うん、お客さんもうちらいるし、だから家の近くでね、探してくれたんだよね。うん、まあまあ、あとちょっと残ってる誕生日ちょっと楽しみ。そうだね、いろいろやらなきゃ、またケーキもやらなきゃ、感じさ。うん、また続けていきます。すいませんでした、はい、なんかやだこれ。なんで？すごい火が強いんだね。びっくりした。じゃあ、ゆかちゃんの誕生日おめでとうございます。じゃあ、せーの、先週間にだー、じゃあ、遊んでいこう。お鍋ビロチありがとうございます。はーい、せーの、はい、はい、今日は私たちお揃いの時計をつけて一日デートしてるんですけど、うん、この時計は、まあ、皆さんもねご存知だと思うんですけど、ダニエル・ウィリントンさんから今回誕生日プレゼントでいただきました。ありがとうございます。私のもあれ、なんかありがとうございます。そうだよ、見せて。私のもこんなくれるんだったらさ、はい、ダニエル・ウィリントンってどういうイメージ？どう、ダニエルさん。まあ昔からなんか見てたからさ、結構興味持ってさ、うん、ね。そう、うん、あのシンプルだし、なんかデイリー使いしやすいじゃん、めっちゃ。そう、こういう感じで、なんかすごい、なんていうか、おさでーな感じで。で、これ結構好きかも、俺。そうそう、でね、これね、ブレスレットもね、こうセットで購入できるんですけど、こういう感じでさ、で、8月の22日から、うん、ユニセックスタイプのメッシュ、メッシュってこの素材、うんうん、時計が発売になります。今までは女性用しかなかったの、このメッシュタイプは。あ、そうなんだ、うんうん、だけど男性もつけれるように時計の大きさとか変わって出てきたみたいで、だから8月22日から皆さんもご購入できます。ありがとうございます、ダニエルさんとヘリントンさん。このブレスレットもあの新商品で、爪のやつ、うん、もう発売される。 あれピンク白、あれ面白かったけどね、みたいだから。これはね、既存のっていうか、もともとあるデザインなんだけど、こういろいろ組み合わせて、皆さんだけの組み合わせにできるみたいです。8月22日から9月22日まで時計とか、あとその限定セットで購入されると特別ラッピングが無料になってついてきます。なので、その時期に私みたいにあの誕生日の方がいるとか、彼女が誕生日とか、彼氏が誕生日とかいう方は、まあ、ラッピングが無料になるから、うん、あのプレゼントに本当にいいと思う。まあ、仲間たちが今なんか怖くて値段とかね、すると思うけど、結構いい値段だよ。そうそうそう、あのプレゼントにいい値段だよね。そうそう、うん、もう仲間たちらは、まあ、いつもお花とかもいいんだけどね。たまにね、ちょっとだけ使ってもいいかも。そうそう、これすごい、うんうん、プレゼントされたらめっちゃ嬉しいし、デザインがさ、すごい複雑じゃないから、何の服にでも合うから、はい、めっちゃいいと思う。いいと思います、はい、うちらもめっちゃヘビロテ、はい、結構いいかもね、しそうね、うん、なんか軽いしさ、うん、こういう風にカップルでつけてもいいし、だから記念日とかのプレゼントでもいいかもね。3つ目は皆さんにお得なお知らせなんですけど、この動画を見て購入される方には 15% オフのクーポンコードがついてきます。うん、なるほどね、はいはい、クーポンコードはこちらになります。なので、このクーポンコードを使ってお得にこの機会にゲットしてみてもいいと思います。はい、はい、かわいいプレゼントいただけて嬉しいです。ありがとうございます、タニエさん。はい、はい、まあ、バタバタのちょっとね一日だったんですけど、でもこの時計のおかげですごいコーデがちょっとコグプスロージじゃんの感じです。はい、はい、それではまだ終わってないんですね、この動画。そうだね、それでは続けて、うん、僕見ていきましょう。はい、ラタニエルさん、ありがとう。ゆかが体調悪くて、このプルは私が使ってみます。じゃあ、あの私の誕生日、ゆかの誕生日を楽しみに行きますか。はい、皆さん終わりでした。おやすみなさい。
はい、こういう誕生日も初めてですね。おやすみなさい。おやすみなさい。